縦に長い部屋なので声があんまりきれいに通らないかもわからないんですけど、だいぶ良くなりましたか。ここにスピーカーがあるんですけどね。あ、ここはだから聞きやすい。はい。ちょっと、実験を紹介しようと思って持ってきました。でそれはですね、音の波を見るという実験でですね、レーザーポインターにをまずつけまして、ちょっと遠くの方には見えないと思うんですけども、レーザーポインターが今この容器の中にありまして、ちょっとで、ここには、あ、ごめんなさい、プラスチックコップがあってですね、プラスチックコップの底に穴を開けてビニールを貼ってあります。でそこにちっちゃな鏡をつけている。で、あそこら辺にこうレーザーポインターの光が反射しているのが見えると思います。で光の反射はですね、ここら辺がよく見えると思うんですけども、あーあー、こう喋ると、向
ここに移してください。振動します。でこれを鏡に反射させてですね、回転させます。でちょっとですね、こちらに反射させようと思います。ちょっとそこら辺に行く予定なんですけれどもあ、すいません、ちょっと待ってください。これ見えるでしょうか。でこれがこう動きながらですね、あー、どっか消えちゃいました。こうかな、あーで多少すいません、これはちょっと自分で見ながらできないもうちょっとうまく作ればよかったんですけど、ちょっとああ少し上下してました。ですけれども、だいたいレーザーポインターが今購入したのが300円ぐらいで、あとですね、まあ、200円ぐらいで作りまして、全部で500円ぐらいでできて、で音をですね、目で見るっていうのは結構まあ普通では生徒がものすごく難しいと思っているのを、結構手軽にできるように、はい。で、理科カリキュラムを考える会は、去年、おととしからですね、財務省の財務省の政策で、財務省の教育政策で、まあ、教員の数がをですね、まあ、子どもの数が減るのと合わせて全部同じ割合で減らしていくっていうのを財務省は言っていて、ですから、まあ、おととしの秋とかですね、小学校1年生を35人学級にしたのをまた40人学級に戻すとかですね、そういうことを、まあ、結構本気で言って世の中の反応を見てる状況です。でこれに対して文科省の方を招いたり、それから、今年はですね、教育財政、世界の教育財政を見ている方に、畠山さんという方なんですけれども、講演してもらったり、でどういうふうに変えていったらいいかというのを検討してきました。でその中でですね、理科カリキュラムを考える会のメンバーから出てきた意見をですね、ちょっと皆さんに紹介したいと思います。それはもう本当はいろんなことがあるんですけれども、その中の一つなんです。で学校の先生はですね、ものすごく忙しい、これは皆さんももうよくご存知だと思うんですけれども、その忙しい中にはですね、生徒が何か事件を起こすと、これは外国ではですね、先生の仕事ではなくてカウンセラーの仕事としてですね、
生徒指導をしていくんですけれども、日本の場合は、まあ、学校の先生のところに警察から連絡があったり、万引きの場合にはお店から連絡があってですね、で先生が動かざるを得ないような状況でですね、で先生が実際に、まあ、子供だけではなくて友達とか親とか、それから学校の中で何回も会議を開いて対応を検討する。で親と連絡するのはだいたい夜になる。で時間外勤務がものすごく増えていく。でもう僕も高校の教員の時に一つ事件が起きるとだいたい8時間こう、まあ、平均してなんですけども使うというのを体験してまして、ですごく大変なんですけれども、でも日本の、まあ、犯罪の割合っていうのは、世界の中でものすごく下の方です。で多分皆さんも都心部で、喫茶店に入ってですねトイレに行きたいときに荷物をどうするか、日本だとまあ置いていけるんですけれども、まあ、海外に行ったらそういうことはちょっと無理だと思います。で、日本が平和で安全だっていうのは、実は、まあ、いろんな学校教育だけではないんですけれども、学校教育で、しかも先生のかなりの苦労で支えられているというのも、これも確かなことだと思います。で、これはもっとデータ化した方がいいと思うんですけれども、実際にですね、どんなところに役立っているかっていうとですね、まあ、安全そのものが、まあ、例えば海外の人が日本に来やすいとかですね、それからそういう社会の中で子どもがしっかり学べるっていう側面もあると思うんです。で新しいものを生み出していくベースにもなっている。それから、まあ、自動販売機は道路に置いても大丈夫、まあ、いろんな、まあ、夜ですね、夜中にもコンビニが一人で運営できる。でこういうまあ、いろんなところでの経済効果を合わせるとですね、学校の先生が今ものすごい苦労しているのを社会全体がもっと評価する必要があるんじゃないか。でもちろんこのままでいいというわけではなくて、先生にもっと支援をして学校の教育をですね、質の高いものを維持する、そういう社会にしていかなきゃいけないんじゃないのかなと思います。でこういう議論をですね、まあ、この理科カリキュラム考える会の中では議論してきまして、できたらもっと国が教育にお金を投資して先生の仕事をですね、もっと本当に先生がやらなきゃいけないことに集中できるようにしていく、まあ、そういうことをしていく必要があるんではないかなと思います。でこれは社会全体がそういう教育の価値を認めていかないと動かないことですので、これからも理科カリはこの側面でかなりいろんな提言をしていかなきゃいけないと思います。これについてはですね、明日の一番最初のテーマで今までのまとめとこれからどうしていったらいいかを議論したいと思っています。で、まあ、今日はですね、この後世界の教育がどんな方向に動いているかを皆さんにちょっとだけ、僕が考えているのを紹介していきたいと思います。で、
今ですね、僕が今という僕が子供の頃、段階の世代でですね、一クラスが55人とかですね、大変な、先生が大変だったんだろうなと思うんですけれども、まあ、その時代にですね、僕の周りで見えてたのは、中学までで卒業する人がすごく多かったのが、高校への進学っていうのがちょうど僕らの時代ぐらいから増えてきた。で、1970年代に 90% まで。で、大学進学率はその当時 36% だったのが、今は、まあ、高校が 96.5%、大学が 56.7% まで。で、その後ですね、世界全体は、理数教育を重視する。それから IT 教育の充実。日本はちょっと理数教育の重視は一旦離れてしまったんですけれども、イギリスに留学した時に大学院の授業でですね、経済発展と科学教育っていう論文をいくつも読まされました。大体ですね、世界の経済学者は教育に投資するっていうのが、特に理数教育に投資するというのがその国の、まあ、将来を支えるものだっていうふうに考えています。で、ところが、まあ、日本はその当時は僕が留学してた時は、まあ、理科の時間数はすごく減ってですね、随分世界の動きと逆行してるなと思ってました。で、さらにですね、イギリスの動きとかアメリカの動きとかこう見てますと、小中学校の教育だけではなくて専門家養成のコースをかなりしっかり作っていく。でも日本はこれが全然できてないです。で、結構大きな影響は小学校の 1,2 年の理科をですね、生活化にしたために、その分がどんどん上に上がって、そして普通教育の部分がずっと上まで上がってしまって、例えば物理の専門家教育をしなきゃいけない高校の3年生の時期に学ぶことがものすごく削られるようになってしまった。で、そういう側面があります。それから義務教育の中ではですね、市民教育が世界でかなり本格化してきています。これは今日、それが今どうまた移り変わろうとしているかは劉先生にちょっと話していただくことになります。で、世界の大きな流れがですね、知識だけでなくて知識を使いこなしていく、そういう方向に動いていってると同時にですね、これが今までのこの理科カリキュラム考える会なんかの議論は小中それから高校までもちろん入れてるんですけれども、高校の議論がちょっと十分ではなかったかなと思うんですけれども、今ですね、大学教育がかなり大きな問題になってきていると思います。で、大学の進学率がですね、日本は OECD の中ではかなり低い位置にあります。で、ところがですね、これちょっと次のを見ていただくと、例えば韓国はですね 70% を超えちゃって、今これは2013年の
データなんですけど、このあとまだ伸びています。で、日本と OECD の平均を比べると 10% ぐらい差があります。で、世界の教育はですね、小中の、義務教育のレベルだけではなくて、大学教育を含めてどういう人材を育てていくか、どういうにこの次の社会を担う人を育てていくかというのに、教育の小中高大全部をひっくるめた大きな動きになってきていますが、これがですね、その日本では高校と大学は世界全体の動きからはかなり取り残されています。で、今ですね、大学版のピザと言われている、OECD のアヘロっていう国際調査が、調査するための研究がスタートしてまして、まだこうすぐに世界中のピザテストのような調査にすぐ移るわけではないんですけれども、もしもですね、大学でピザテストと同じような調査が行われるようになると、しかもそれはその他の国ではものすごい大量の本を読んで議論してっていうような、そういうのに比べてですね、討論の多い授業に比べて、日本は大学もかなり講義だけのが多いのが現状ですので、世界の大学のランキングとかでもかなり低くなっていく可能性があります。で、さらにですね、これはアジアの教育がですね、これ大学生の数なんですけれども、今急激に大学生の数が増えていて、世界の中で一番増えているのが今アジア太平洋地域なんですけれども、教育の中身はまだ十分ではないですけれども、十分ではないとは言いながら、この数は、ものすごく大きくな、本当に急激に増えています。そしてこの増えているのでですね、中国とか韓国とか、それから僕はタイにも、よく行くんですけれども、大学の教育の仕方がすごくこう10年前と今とでは変わってきています。で、行って国際会議で学生とかと話しても、ものすごく英語が話せるようになってきてるし、それから自分の意見をどんどん言うような、そういうふうな教育に変わってきています。で、入ってきた学生をどこまで高めていくかという、その学習方法とか、その成果の評価方法を含めた質保証というのが今世界の中では問われているんですけれども、日本は大学に入るまでしか競争が働かなくてですね、入ってから本当に高い教育に持っていくっていうのは、もちろん努力している大学はたくさんあるんですけれども、全体として見るとですね、やはりかなり厳しいんではないかと思います。で、かつては
アジアで留学生というのは日本を目指していた面もあるんですけれども、今は中国とかですね、タイとか、そのアジアの他の国の教育にを目指すように変わってきててですね、その面でも日本は、これ学生がっていうよりも、まあ、日本の産業とかいろんなところに今後こういうのが影響を及ぼしてくるんではないかなっていうふうに思います。でこういうことを考えるとですね、まあ、多分次の学習指導要領というのは高校だけではなくて高校と大学、その両方がどういうふうに変わっていくのか、どういうふうに改革をですね、進めていくのかというのがテーマになるんだと思います。で、アクティブラーニングというのがですね、比較的高校の教育、まあ、小中高にいると、小中高までの問題のように捉えられているかも分かりませんけれども、高校でも大学でも、特に日本の場合、入試の中にはあまり、自分の意見を考え方とかですね、そういったものの評価は非常に少なかったのでですね、まあ、それが学校教育にものすごく大きな影響を与えてきたのでですね、その点では高校の教育というのが、かなり大きな課題になると思います。で、僕がどんなふうにアクティブラーニングを考えているかというのをちょっとですね、喋ってるうちにもう1時半になってしまったのでですね、アクティブラーニングをものすごく短く紹介しますと、まあ、本当に大切な知識を学びたくて学んでいくような、そういう教育をしていくっていうのが大切だろうと思うんです。で、学んだ知識をですね、さらに自分で工夫していく、これはですね、応用していくっていうだけではなくて、もっと原理に遡って調べていくというようなことも必要なんではないかと思うんです。で、まあ、僕は高校の教員の時にこの討論する実験を討論しながら実験をするっていう授業をしてたんですけれども、実は昨日、メールをもらいまして、僕の教え子の村山仁志君というのがですね、今、講演 してその講演の中に僕の授業のことをすごく言ってたというのをメールをもらいました。講演を企画した人からなんですけれども、で村山君っていうのは今東大の研究所の所長をしてるんですけども、東大の総長より給料が高い、で次のノーベル賞の候補にもなってるんですけれども、素粒子の研究者です。で、まあ皆さんにお渡しした中に彼がどんな授業だったっていうのを言ってますので、僕としては早く彼がノーベル賞を取ってくれればですね、いいなと思っています。で、アクティブラーニングと、まあ、僕が生徒に考える授業を作る時の一番のポイントは何かって言ったら、こう知りたくなるような課題が出せるかどうかだと思っています。面白い実験は見たらそれで終わりなんですけれども、どうしてか考えなきゃならないところに生徒が置かれると、そこからこう頭が回転するようになってですね、そういう授業を作るのが今大切なんではないかなと思います。で、今大学でも、
理科教育を教えてるんですけれども、まあ、学生に全部僕の伝えたいことは読んできたり見たり来たりして議論するっていう授業に今僕自身の教育の仕方も変わってきています。でもうちょっと皆さんに、東海大のを紹介しようと思ってて、これ外にもポスターが貼ってあるんですけれども、あの世界の大学ランキングっていうのが、大手で2つあるんですけれども、その2つに日本の私立で2つともに載ってるっていうのは4つの大学しかなくて、その1つが東海大です。多分あの一番入りやすいのに、でも大学の先生が自分の研究を進めるために必死になって学生を育てている大学なんじゃないかと思います。こういうその教育の工夫っていうのがかなりこれからも必要になっていくんじゃないかと思います。で今日はですね、この後あの、劉先生とそれから土佐先生と、高木先生に、いろいろ提案してもらって、アクティブラーニングとそれから世界の、高校と大学のつながり、それをですね、聞きながら日本はどういうふうにしていったらいいかを考えていければと思います。どうもありがとうございました。